ねえ、ワクチンの弊害、どん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 分かってきましたよ。ねえ、我々も2年前からずっと警鐘を鳴らしてましたけど、ねえ、陰謀論だ、陰謀論だって言われてですね、叩かれてきました。どうですか？最近も名古屋大学の小島先生なんかがもう資料出してますよね。ワクチンをたくさん打った人の方が体調悪くなるんじゃないんですか？そうでしょ。でね、NHK なんか国内では流さないけど、海外にはですね、ワクチンの副反応でマイナスの影響が出てるって海外のニュースで流してるんですよ、NHK が、ワールドニュースで。いや、でもそれはね、怒るべきですよね。だってなんで日本の中で流す情報と海外流す情報を変えるんですか、ね、で、なんで海外の情報をもっと日本で報道してくれないんですか。アメリカなんかフロリダ州はですね、もう政府訴えてますよね、ワクチンのことで。ねえ、アメリカだけじゃないし、ヨーロッパでもそういう国出てるし、製薬会社いっぱい訴えられてますよ。なのに日本は全然そういうこともなく、むしろ製薬会社のワクチンの工場を作ろうとしてますよね、日本中に。ねえ、情報をコントロールして、なんで不都合なものを全部日本に持ってくるんですか。こういうのを戦後レジームって言うんじゃないんですか。そうだ。まだ我々はその中にいるんですよ、皆さん。もうね、今までみたいに平和ボケしてちゃダメですよ。ね、もう見えない戦争が始まってるんです。こんなの第三次世界大戦っていう後から言われるかもしれないですよ。情報戦と経済戦でどん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 とね、あの時から日本人の人口が減って、気がついたら大量の移民がやってきていて、大量に会社や土地を買われてですね、で、ね、結局日本人が外国人の下で働くような状態になって、ね、声を上げたらみんなクビになると。